花輪次郎の音楽魂。皆様こんにちは、金尾義郎でございます。いや、1週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下としみさん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。なんか俺昨日奇跡をいただいて、また今もう完璧復活してますね、声。ああ、そうですか。うん、あの青で大体決まる。青で大体青が決まらないのよ。青がね、ガラガラしてるとちょっと疲れてるから。なんかね、ちょっとそういう青で決まりますよね。なんかね、抜けが良かったです今日は。そうですか。まあ徐々にね、良くなりまして、僕公表してるから言うけど、肺がんでね、ステージ4なんだけど。明るく元気になりますよね。普通は深刻なんで。いや、でもそれがさ、1回の抗がんの治療で小さくなったのよ。すごい。すごい。それ昨日。よかったね。それで先生もびっくりしてたね。先生がね、いい先生でよかったですよね、周りに。いや、恵まれてます。だからね、フォーが怖くないっていうのは、その前の外科手術したのが、もう俺自分で命がもうその時ないと思ってたから、それを助けられたから、そうですね。フォーって聞いてもなんともなかったわけ。金さん、ワン、ツー、スリー、フォーのフォーが一番ひどいんですけどもって言われて、あ、そうですか、フォーですか。ベトナムじゃないんだから、フォーとか言って、美味しそうですよね。いや、それがね、こう笑いながらやってた、ね、笑いながらっていうのが一番いいみたいで。本当に僕、嬉しいね。本当に強いですね。うん、先生も強いですねって。先生もね、今度、ブルームード、病院から近いんで、ぜひぜひ先生に言ったら、ね、あ、空いてますとか言って。いやいや、それは本当ぜひね。ということでね、はい、僕は元気いっぱいですけども、今日はね、元気いっぱいにふさわしいね、元気だね、女の子、素晴らしいギタリストをご紹介しましょう。トモコさん、イエイ。皆さん、こんにちは。元気な子、子って言われて嬉しいです。ガールだよね。今後ともこでございます、よろしくお願いいたします。ご無沙汰してましたね。ご無沙汰しております。いつぐらいでしたかね、前回。多分ね、風船ギターの特許を取りましたっていう時だから、21年じゃないかと思うんですけどね。そう、風船持ってきていただいたギターの方、ね、何のこっちゃっていうね。確かそうだね。あなたはでも、まあギタリストとしてはね、まあ、いわゆるベンチャーズってね、はい、をルーツにね持っています。はい、やられてて、今はもう、まあ、武田和夫さんとね、はい、ツアーの時はもう必ず、ね、はい、今ね、クリエーションでもギター弾かせてもらってるので。あ、そういうのね、はい、もうすごいですね。バリバリロック畑の中におります、今は何、パッサンドラムなの。はい、そうです。あ、そうかそうか、はい、僕も何回かね、一緒にご一緒させていただいて。私自分のバンドの時は相良さんドラムでやっていただいて。あ、そうなんですね、はい、素晴らしいご活躍、うん、それであとね、僕ね、すごいのはね、彼女はいろんなボランティアもやられてて、その風船ギターにね、関わることもいろいろねやられて、ちょっとね、後でね、いろいろご紹介したいと思いますが、はい、まずね、トモコさん CD からご紹介しましょう。これはいつぐらいの CD？ これが2017年の年、武田和夫さんにプロデュースしていただいて作ったアルバム、パラダイスギターなんですけど、はいはいはい、今ご紹介する曲はなんとですね、武田さんと弾いてるっていうね。もうすぐ分かると思うんだけど、もう華麗に舞っているのが武田さん で一生懸命ついてってるのが私のギターので、いやいやいや、もうギターの曲を作りたいということで、はい、作曲しました。ファイアーエンジンです。ファイアーエンジン。
の高田和夫さんのね、はい、あの今そのちょっとお話を聞いてたんですけど、はい、その出会いとかっていうのはあるんですか。いや、この本当これもね、あの、うん、運命的な流れがあって、うん、はい、あのまず私札幌の出身で、はいはい、デビューする本当デビューしてからもまだ札幌に家があったぐらい、あの、そうだったね、だいぶギリギリまで札幌にいて、うんうん、で東京にライブを見に来てたんですね、うん、あのいろんなアーティストのライブを見に来てた時に、うん、ライブハウスに行ったらお客さんが、うん、あれあなたモズライトの人じゃないとかって話しかけられて、うん、でえそうですけど何かって言ったら、うん、あなた武田和夫さんのホームページに紹介されてるわよとかって言われて、で何と思って見に行ったら、うん、その私が、ルーツにしてる、まあ、ベンチャーズのギタリストノッキー・エドワーズさん、はいはい、で私はその、はい、直前にノンキー・ドアさんと一緒にツアーを回る話をいただいて出かけたんだけど、ノンキーさんが途中で、うんうん、あの心臓で倒れちゃって、うんうんうん、代打でそのツアー全部引いたっていうことが、あ、そうだったね、ま、ニュースがあって、はいはいはい、それを武田さんがロサンゼルスで見て、あ、そう、これは大変だ、どんな人なんだろうってことで YouTube を見ていただいて、うん、でその YouTube をまずはあのホームページで紹介してくださってたんですよ。あ、そうなんだね。まずはそれがそのお客さんから言われて、で恥ずかしながら私お名前しか存じ上げてなくて、あ、どういう、はい、世代的に僕らのね、まあ、僕らだったらクリエーションのね、そうですよね、育ってるからあれだけど、だけど私あのまるきりエレキ業界というんですかね、うんうんうん、あのベンチャーズ業界の方しか知らなかったから、うん、ロック畑のことは全然分かんなくて、ね、でいろいろ調べたらすごい人だっていうことになって、うん、でお礼のメール出したんだけど返事がなくて、うん、でそのまましばらく経ったら、うん、そのノーキーさんがあのアメリカで、まあまたちょっと具合悪くなったんでっていうことで、うんうん、お見舞いに行こうっていうことで、うん、ロスに行く計画を立ててたんですよ、うん、でその時にちょうど武田さんから連絡いただいて、うん、もしよかったらノーキーさんに会いたいんだけど、うん、会わせてくれないですかって言われて、あ、分かりました、じゃあノーキーさんとって言って 3人でこう会う約束をしてロスで会った。ノーキーさんとの間を取り持ったの、あなた。まあ取り持ったというか、一応その日のセッティングは私させてもらったんですけど、で会った時の帰り道に、うん、武田さん実はあの私次の CD あのよかったらプロデュースしていただけないでしょうかって頼んでるんですね。そうなの。そっからの流れでこうなってます。あ、はい、なるほどね、うんうん、それはノーとは言えないよね。取り持ってそうよ、ま、それはあるかもしれないけど、本当、ね、どこの馬の骨って感じだし、武田さんにしてみたらね、で私にしてみたら、うん、今思えば、うん、かなり勉強不足で、その武田さんの凄さ、歴史とか、うん、あとギタリストとしての凄さも全然分かんない時だったんで、うん、まあでも日本のブルースロックのまあ走りそうですからね、もう一番最初に ね作ってこられた方たちだし、うん、当時そのレコーディングも、うん、あの新たな手法をみんないろいろ模索してる中で、一番最初にいろんなことをやっていくのがクリエーションだったですね、うん、で、まあ、だからクリエーションなのか、うん、ね、名前が分かんないんですけど、もう当時もびっくりするようなあの、そうですね、生演奏しながらダイレクトカットでレコードに書き込んでいく企画だとか、あの当時ありえなかったようなことをどんどんそのやってたバンドでもありますしね。なるほどね、はい、まあ、本当草分け的な、それでも結局今はね、あのツアーの時、ね、そうですね、それから 10年経ちまして、今はあの、ね、はい、あのサポートメンバーで、素晴らしいですね、弾かせていただいております。でね、なんかね、いろいろね、もともとそのギタリストというよりもそのエンジニアのその才能がね、才能というか、もともとの仕事がね、エンジニアでしたので、そうそう、だからいろんなものをね、うん、発明するのよこの人。そうなんですよ、私小さい頃から本当におもちゃ壊すの好きで、そういう人っているじゃないですか、バラバラにしちゃうような、うんうんうん、特に寺内武さんがそんな感じ。いや、寺内武さんも発明してるからね、いろんなもん。そう、あの一応ギエレキギター作ったのは俺だって寺内さん言ってますからね。そうそうそう、そういうことなんですよね。そうそう、だから そういうのはそういう人種なんですよ、うん、だから、はい、そうよ、だからその
風船ギターもね。いやもう今でこそね、あの私のライブには耳の聞こえないお客さんが来ますし、はいはい、全国どこに行ってもね、もう、あのそういう本当にね福祉の面で、あの素晴らしいねって言ってくださる方いらっしゃるんですけど、実はやってる理由はそうではなくてですね、全然そのなんか弱い人を助けようとか、耳が聞こえない人に音楽をなんて、そんなね、高級な理由でやってるわけじゃなくて、まあ、たまたま私のライブに来てた聴覚障害のファンの方がね、あのたまたま奥さんを連れてこられて、奥様も聴覚障害の方で、もうね一等席を用意して真ん中にね、もう見せてあげようと思って、じゃあ2曲目で奥様すやすやとお眠りになられたのをもう目の前で見てね、悔しかったですね。要は自分のエレキギターのサウンドっていうのは、やっぱり迫力のあるあのパンチの効いたサウンドっていうのが、あの伝わってると思ってたんだけど、全く伝わっていないのに来てくれてたんだってことがすっごく悔しくて、これはやっぱりせっかくだったら、ギターってこういうもんだ、どうだって言いたいみたいな、そっから開発が始まりましてね。あの風船みたいなのね、そうなんです、で、まあ最初すごくうまくいって、で聴覚障害の人たちも友達いっぱいできて、みんなに、あのこれはどうだとか、あの今日はどうだったとか、いろいろインタビューしながら、まあ作っていき、途中でその有線だった風船ギターが、まあ線でつながってたんですね、ギターと直接つながってるんで、その振動で、感じるっていうことですね。風船で作ったギターの中にある、まあ、特殊なスピーカーを入れるんですね。そうするとギターを弾くとこうチャッチャカチャッチャカ、強弱とか、人によってはメロディーまで感じられるっていう人も出てきて、大成功だったんですけど、で今度それをね無線にしたい、だって踊りたいじゃないですか、で今度無線のシステムをまた開発しだして、これ1年半ぐらいかかってやっと今全部無線になったんですよ。はい、でもうみんな手放しで踊って楽しんでっていうことで、でその次の目標っていうのが、やっぱりね聴覚障害の人たちって普段の暮らしの中で音楽に触れるチャンスがあんまりなかった、まあそりゃそうですよ、聞こえないですからね、で機会がなかったから、基本的にみんなが知ってるようなこと知らないんですよ、こういうもんだってみんなが知ってるようなこと、例えば、歌には音痴の人がいるとか、加納さんみたいにすごいね美声の方がいるとかっていうこともよく分かってないんですよ。でそればかりか太鼓はなんとなく分かるけど、エレキギターってもう大きなハテナがついてるんですよ。髪が長くて黒い革ジャンを着て、なんかスルスルスルってやってる人だよねぐらいに全然伝わってなくてっていうのがあったんで、これはね、大人の人に、まあ今大人の人を対象にやってますけど、これはちびっ子の時から教育しないといけないなと思って、それで聾学校にライブに行く計画を立てたのが、これも1年前なんですね。なるほどね。で聾学校でライブするってことは、お付き合いしないじゃないですか子供って、なんかせっかく来てくれたから盛り上がってあげようとかないじゃないですか、だから下手すると伝わらなくて、みんな鼻くそほじってなんか、ぼーっとしちゃう可能性もあれば、集中できなくても苦痛の時間になっちゃうかもしれない、でそこをどうしたら楽しい会にできるんだろうってことを研究して、大人の聴覚障害の人たちに意見をね、子供の場合どうだろうっていうのをいろいろまあいただいて、で5月のゴールデンウィーク明けにやってきました、葛飾聾学校、全校生徒200名に、風船ギター1人1本持たしてですね、それからお立ち台って言ってビカビカ光る LED でもうものすごい派手なですね、形状はそうお立ち台っていうかね、こたつみたいな感じですかね、その台を、で台にはドラムをね派手に送りましてですね、あと私のギターの音も、漫画みたいにねスクリーンにねジャジャーンとかジャギーンとかテケテケテケとかっていう文字をぐるぐる回したり、ギザギザさせたりとかして表現して、っていうのでライブやってきたんですね。
で質疑応答っていうかその質問コーナーとかあって、うんうんうん、もうすごくみんなギターに興味津々だったし、うん、あのこんなにギターって大きな音が出るって知らなかったみたいなね感想もいっぱい、うんうん、これね今日持ってきてるこの感想文ね、みんなからこうやっていただいて、素晴らしいね、でね、うん、将来ギター弾きたいとかね、うん、あとその音が聞こえたって人もいま方もいましたね、うん、あとロックが綺麗な、なん？ロックがとても綺麗で何回も聴きたいです。ああ、本当。こういうね、あのだからロックってまあ一つの限られたジャンルかもしれないけど、うん、子供たちにとってはそれと出会うことがね、うんうん、わざわざ作んないとないわけですから、うんうん、もうでスタッフもね総勢延べ30名連れて行きました。すごいね。すごかったです。で大成功。うん、よかった、すごいですね、うん、そのプロジェクトは。人によってはね最初やっぱり、うん、あまりにも私も不安だったもんですから、うん、それが伝わったかどうか知らないけど、うん、あの何売名行為でやってんじゃないかとかね、うんうんうん、そういう耳の聞こえない人を捕まえて、うん、あのなんか利用してね、うん、なんかそういう福祉のことをしてんじゃないかとかね、うんうん、なんかね、なんかあの新しいことをやろうとしたらね、そういうの絶対出てくるんだよ。意外とね身近なところにそういう人いてね、うん、びっくりあの、ね、家族とかねそうびっくりするんですけど、このあの、うん、手書きでね、うん、あのこれ、うん、僕もねこれ全然ねあのまた違うんだけどそういう学校にね子供たちあのまあ、はい、あのいろんな不自由なね、まあ、学校にあの紹介されてねあの歌ったりもしたこともあるんだけども、そういう時にそういうのをもらうじゃない、それも一人一人こう書いてくれてねアンケートで嬉しいですよね。そう嬉しいよね。だからあのそういうの特に体不自由な、ね、方っていうのはねあの何が起きるかわからないっていうのがあって、うんそうですねうん、ちゃんと聞いてくれない方が多いから、ね、そうですね、うん、基本的に、うんまあ、ただやっぱりね音楽で耳が聞こえない人を相手にっていうことだから、ね、それは本当にチャレンジだったし、意外とね知らなかったのはやって初めて分かったのは、うん、今の時代やっぱり科学、うん、技術すごく発達してるんで、うん、皆さんが装着してる人工内耳って言って、うん、あの本当神経に直接、うん、あの音の雰囲気を伝えるっていうものを埋め込んでる子がほとんどなんですよ。でこれがねやっぱり今の30代以上の人たちと今の子供たちとは全然違ってて、うんうん、もうライブっていう雰囲気をすぐにキャッチして、みんなエアギターでエアギターというか風船ギターを弾いてました、うんうん、みんなすっごく弾いて、ね、爪の跡がねいっぱいついてた風船に。そうなんだ、うん、だから音が聞こえるっていうのはあながち、うん間違いではなくて、多分これは私にとっての音が聞こえるとはちょっと違う中身だとは思うし、まずその振動の、ただ振動がないと確かにこのダイナミクスは伝わないです、ね、あと振動だけでもは伝わないと思うから、まあ、だからその、まあ、研究していろんなことを総合的に一つの賞として成功できたっていうことがありましたんでね。でやっぱり次目標はね、やっぱりあのあれですよ、アメリカのロー大学に、うんうんうんあのライブに行きたい、アメリカに ねギャローテッド大学っていう、うん、ロー大学があって、うん、世界中からあの聞こえない人たちの中でも、うん、よりあの好奇心旺盛な、うん、頭のいいというかね、うん、あの本当に世界に羽ばたいていくような人たちが集まってる学校があるんですけど、うん、そこに今ねちょっと行こうっていう目標を、ね、立てております。だからねそういう活動、まあ、自分のライブもね、うん、あの そうなんだけどもね、そういう活動をしながらね、うん、こういうなんていうかな、割とその表立ってじゃないけども、うん、その後ろでねこういうことをやられてるっていうね、智子さん素晴らしいなと思います。すごいですね。今やあれなんですね、聴覚障害の皆さんからも普通にチャージいただきますんで、うんうん、有料です、うんうん、で私のライブはその、うん、聞こえなくても、うん、その3500円なら3500円の価値があるっていうものを提供してるので、うんうんうん、あのみんな楽しんでいただけるかどうかは今度受け取り側の問題ですけど、うんうんうん、もうシステムはバッチリ整ってるから、うん、
まあ、今ね初めて来る人だけは無料にしてるんですけど、うんうん、2回目からお金払ってきてるんですよ、うんうんうん、みんなで、ね、なんかそれはそれで楽しくね、うん、あのこれまで私のライブは、まあ、私がルーツがベンチャーズだゆえに、うん、割とあの年配の男性がほとんどのね、うん、ライブだったんですけど、そうだね、聴覚障害の方はね、うん、まあ、20代30代の綺麗な女性の方が多いっていうことでね、うん、これね、なんかライブの雰囲気もなんか変わりましたね、うん、なるほどね、やっぱね、そうやってこう、うん、いろんなことトライをしていくっていうね、うん、どんこさんやっぱり素晴らしいなと思う、すごいパワーだと思いますよ、ね、それは。いや、もう疲れかけたね、やっぱりパワフルだものね、パワフルね、うんうん、素晴らしいなと思う。っていうことでね、はい、その今日もちょっと話ばっかりになっちゃうと、あの生歌ができなくなって、はい、あの今日なんかアコースティックギターをね持ってきていただいて、生歌をなんか やりますか、はい、今日はせっかくですからね、この風船ギターのテーマソングで、チケットプリーズというオリジナル曲をお届けしたいと思います、はい、この曲に込めた思いはですね、うん、もうとにかく大好きなあの人に早く会いに行きたいから、車掌さんチケット早くくださいっていう、うん、そういう感じの歌なんですね。で、この歌をね、うん、全部に手話の歌詞をつけて、うん、手話でも歌うんですよ。うん、うん、で、これを子供たちに教えたら、うん、ところ、うん、すごくみんな一緒に踊ってくれてね。本当、うん。そうなんです。この手話今日ラジオだからお見せできないし、ギター持ってたらできないんですけど、普段のライブではね、もうお客さんも一緒に手話で踊りますね。あ、本当、はい、これはちょっとね、手話を教えてもらいたい ね、 YouTube があるからね、うん、今日はじゃあギターと歌でチケットプリーズお届けします。あ、作詞はトモコで、作曲が武田和夫さんでございます。どこまでも続く地平線、ひまわり畑、君とかくれんぼ、緑の匂い、麦わら帽子、日が暮れるまで探してた宝物、すごく遠くまで歩いてきたよ。荷物はギター、それだけでいい。雨上がりの空、覚えているよ。あの日の約束、駅は今もラララコスモス揺れる、気の利いた歌をあなたのために、素敵な笑顔を思い出して泣かないよ。
はい、ということでね、いやこれはなんかキャッチーな歌じゃないですか、歌いやすいよね、うん、これみんなね、これあのね、本当にありがたい曲でございます、うん、はあのアイドル可愛い可愛いですよね、そんなこと言ってくれるのとしみさんだけですよ、本当にね、いや喋ってる時と歌ってる時と全然違う感じ、いやでもね可愛い、あの歌はあんまりその、うん、なんていうかな、 CD の中にも、うん、歌う曲っていうのはどれぐらいの割合で入ってるんですか？半分ぐらいですね。あ、今実は新しいね CD が、そう今日ね、間に合いませんでした。そう、あのちょっとこれすごいかっこいいジャケットのね、発売でございます。ね、でさっきなんかソリッドコンタクトって言うんですけど、はい、さっきなんかとんでもない事実が分かりました。そうです。なんとですね、このジャケット、あの海の中でね、こう、はい、濡れた髪をバシャーってやってる、うん、もうダイヤモンドがいっぱいこうぶら下がってね、うん、綺麗になってるこの写真なんですけど、うん、撮ってくれたのはですね、うん、木原盛雄さんというカメラマンの方で、うん、なんと金子さん大親友だって、うん、そうです僕ね、昔からね、30年ぐらい、まあね、会ってないんだけど、もう大昔からのもう大親友ですよ、びっくり、うん、ほんとびっくり、それ僕のモノクロ写真とか、そのもう昔の写真も彼に撮ってもらって、彼がカメラマンになったのは僕が紹介したんだからあるカメラマンをカメラマンになる前、いや前からほんとにこれ、あの木原盛雄君ってね、驚きですよね、レコードコレクターズとかもねやってたし、ミュージックマガジンとかね、そこら辺の、写真も撮ってましたね、はい、いろんな、それなのに最初からそうなんです、あのこのね、うん、見てください、私のプロフィール写真、うん、これもそうなの、こちらも木原さん撮ってもらったやつなんです、でもうここっていう時にはね、木原さんのいるとこに行って撮ってもらうんですよ、うん、しばらくあの南のね、沖縄のね、奄美の奄美に行って、で木原さんのいるところに、そうそう、あの迎えに行ってですねこれ普通に本当どういうきっかけでお知り合いになったの、紹介さん、まあ、これもね、昔からあるおとぼけキャッツっていう、はいはい、そうそうそう、ね、そこの、バンドドラムのソウルさん、はい、ソウルトールさんがねやられてましたけど、弟子っていうか、しばらくちょっとまず木原さんじゃないですか、うん、で今度そのメンバーのあのベースの方のさらにこうお友達と私お友達だったんで、そのつながりで、おとぼけつながりで、あの紹介していただいたんです、そうなんだ、いやもう大親友よ、でも会えなくて、うんうんうん、どうしてるのかなとずっと思ってて、よくわかりましたね、この写真、木原さんどこでわかったんですか、私なんかで、いやなんかね、知り合ったんですか、トモコちゃんからね、あのメッセージが来たの、あの木原盛雄さんってカメラマンご存知ですかみたいな、なかったっけ、あらちょっと忘れちゃったそれでごめんなさい、えみたいな、これもう大事に、いや、ね、昔から私思ってた智子さんの写真すっごい全部かっこいいもんね、うん、すごくいい、あのこれもすっごいかわいいし、本当じゃ森尾君なんだね、うまいよね、いうか写真がね、うん、語りかけてくるような写真、すごく素晴らしいですよ ね、 あのね、ライターもやってたから、音楽ライターもやってて、それでできるから、その音楽雑誌、あの、うんうん、レコードコレクターズとかもページ持ってたし、そのだから、そう、彼が海外行って写真撮ってきたモノクロ写真を、俺の、あの兄貴分のカメラマンがいて、まあ十文字美信さんっていう人の弟子なんだけども、その人に見せたのよ、そしたら、あ、お前結構いいんじゃないのっていう感じでそうそうそう、そういう付き合いだったのよ、だってこの写真って、ね、木原さん今富山県にいらっしゃるんで、はい、出身だもんね、あ、そうなんですか、そうそうそう、そういうことなんですね、ご実家が富山、そうそう、それで富山にいるってことで、私ライブの時に合わせて撮影日、うん、あの作っていただいて撮りに行ったんですけど、これ実はね6月なんですよ、うん、6月の頭、うん、で海に、富山の海なんですけどね、うん、で海辺で撮影しようと思ってたんだけど、うんうん、行ったらいきなり木原さんが、うん、ちょっと入ってみようかとか言うこれ服のまんま、いやこれすごい、ちょっと入ってものすごい寒くて冷たくて、うん、そこで凍えながら、あ、ちょっと走ってみてとか、うん、ちょっと飛んでみてとかって何個か言われて、うん、もうほんと10分間の間にバーッと写したやつの中の1枚にこれが入ってた、これすごいかっこいいよ、ね、いいよね、これ、あ、そうなんだね、写
真は一切修正をかけておりません。そのままです。本当そうなんです。あのいい、やればやるほど、音楽もそうなんですけどね、うん、あの手を加えれば加えるほど、うん、きらめきやそのなんて言うんでしょうね、あの少しずつなくなっちゃうじゃないですか。本当にその通り、ね、でそれが写真にも非常にその通りで、うん、これも修正してませんけど、もうそのまんまやっぱり作品にできるっていうのがすごいことなんですね。うんうん、写真大好き、こうすごく本当それはちょっとね、それも聞いてびっくりした、ね、はい、なんかご縁がなんかあるんだね、うん、ねご縁があるんです ね, ね本当ですね。彼どうしたんだろうってずっと気になってた。いいです、本当。じゃあもうカナオさんの次のアルバムまた、ね、富山に取りに行かなくちゃ、会いにね、ちょっとさっき話したら、はい、あの少しねあの病気とかも、まあ、5年目もねあれだから、うん、そこそこいろんな経験を、うん、病気のね履歴書も増えてるんで、そうそう、僕もそうなんだけども、なんかね僕も元気に ねちょっと なってきたんで、それは行かない、まあ、でも嬉しいです、ね、今日このタイミングでこれ持ってこれてよかったです、ね、よかったですよね。そうそう、これが8月1日、はい、8月1日発売、ね、ソリッドコンタクト、ね、アルバムですね。実はねまだミックスダウン中なんですよ。それで間に合いますね。今朝もちょっとやってる際、ね、やってきてから来ましたけども、自分でやってるんだ。自分でやってんですよ。あ、そうか、エンジニアだもん。あのね、まあ、あの本当に、うん、料理もそうですけど、うん、材料と作り方が分かってても、うん、出来上がるものが素晴らしいかどうかってすごい大変でね、うん、でミックスも、うん、私 PA エンジニアでしたから、まあ一応機械の使い方と材料はあるわけです、うん、ミュージシャンが撮ってくれた素晴らしい音源持ってるんですけどね、うん、やっぱりだからじゃあいいミックスができるかって言うと、これは全然違ってて、今もう半年くらいミックスダウンやってるんですよ。やり直してやり直してずっとやって、でもうとにかく8月1日ってことでお尻が決まってるんで、うん、なるほどね、もうここで出そうということでね、うん、これの、はい、ライブがありますよね、はい、これが、8月、あ、これは8月、あ、ですね、8月30日原宿クロコダイルで、はい、ニューアルバムリリースライブということでやらせていただきます。原宿クロコダイルですね、はいはい、8月30日です。そしてね、はい、今年はずいぶんいろんなとこ行くんですけれども、うん、8月はね、うん、1週目の週末に、うん、まず九州ですね、うん、福岡、はい、ね、佐賀、福岡、あと筑紫野市というとこに行きます、はい、で2週目が、広島県の三次市、うん、3週目に富山行きます、はい、黒部市、それからこれは福光は、何市だったかな、忘れちゃった福光、うん、それから、高岡市、はい、4週目も中国地方行きます、はい、山口県の柳井市、はい、山口県同じく三次市、広島市、あ、うん、これ広島だなという感じでね、いろいろ行きますよ。9月は名古屋もあります、どんどんいろんなところにね、じゃあ8月30日からっていうことになりましょうかね。頭でしょ、8月の、そうですね、あの福岡からスタートしてるんですけども、あ、それ8月の頭から、はい、もう旅に出ます。あ、そうかそうか、これじゃあこの CD が発売になって発売すぐにすぐに持ってきますレコ発ライブすぐに、ね、はい、ということなんで、クロコダイルは8月30日、クロコは30日ですね、水曜日になります、はい、ウィークデーなんですけれども、はい、風船ギターシステムも全部完備してお待ちしておりますので、クロコダイルね、はい、はいはい、もしですね、放送機器の方で、うん、お友達やお親戚などにね、うん、ご近所の方でも、うん、聞こえない友達がいるっていう人は、はい、うん、ぜひね、無理やりでも引っ張って連れてきてもらえたら嬉しいなと思います。なるほど、本当にね、今まで味わったことがない、もうポップでダイナミックな体験ができるということで、うん、なるほど、はい、お願いいたします。ということでね、ともこさんの、はい、スケジュールをね、はい、お聞きしましたけども、今日はそのなんかアコースティック、いや、うん、僕一緒になんかやる、時間的にね、これはぜひ私はね、ぜひ一緒にやってもらいたい曲があってこれもう前回も実は同じ曲をリクエストしたんですけど、そうですね、はい、かのおさんでね、風の中で盾、盾やりますか、これは
もしですね、今日あの私のファンの皆さんとかで、かなおさんの風の中で盾を知らない人がいらっしゃいましたら、YouTube で、たくさん上がってますので、これあの見てね、いただきたいなと思う。もう名曲なんですよね。で、実はあの、加納さんこれお父様に書かれた曲ということで、はいはい、で私初めて聞いた時にそのお父様の曲って聞いた後ですね、この川崎 FM の裏口 の、 あの通路の出たところで、もう走り書きで作詞を自分の曲書いたんですよ。それはお母さんに当てた歌だったんですけど、あなたが、それが今ね、札幌ワルツっていうタイトルのね、札幌ワルツいいね。でそれをね、あのかなおさんのアンサーソングじゃないんだけど、もうそれ私あの必ずライブに行ったら自分のね札幌ワルツ歌って、でもできたきっかけはね、やっぱりあの母が亡くなってすぐに曲書けなくて2年経っちゃって、それでかなおさんのあの風の中で盾を聞いた時にね、これはもう、もう浮かんできてしょうがなかった、あの日が、あの、思い出されますね。本当に。まあ、ということなんで、札幌ワルツは私のあの、どっか YouTube で見ていただいて、風の中で盾はね、インスピレーションをいただきました。ね、じゃあ、風の中で盾。
心で何も変わりはしないだろう。焦る気持ちは今じゃないけれど ということで風の中でだとお届けしました。失礼しました。何なんか咳込んじゃって、私の方が失礼しました。思いがね溢れて、いやいやいや、咳になっちゃった。ありがとうございました、ともこさん、ね、素晴らしい素敵でしたね。ということでね、今日はねギタリストともこさんお越しいただいて、はい、ちょっと今お便りいただいてますよ、はい、これともこさんのファンの方だと思います、はい、今里のしゅういっちゃん、いっちゃ ん, んちゃん、ありがとう。はい、カナオさんこんにちは、はじめまして、はい、伊万里市の、シュウイッちゃんです、うん、今日7月7日はギタリストともこさんが出演とのことでメッセージを送りました、はい、ありがとうございます。エレキギター演奏と風船ギタープロジェクトで音楽を届けるともこさん、うん、ニューアルバムね、発売を8月に控え、これから各地でのライブ開催が予定されているので、うん、ますます楽しみです、はい、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます、シュウイッちゃん、うん、ありがとうございます。あとこれですね、うん、あもう一つね、うん、これは金尾さん、松下さん、スタッフの皆様、うん、はい、初めて投稿させていただきます。山梨の夫婦です、うん、だと思います、 FF夫婦です、はい、毎回楽しく拝見させていただいています、はい、毎週金曜日特定のラジオ放送は仕事の都合により拝聴できませんが、うん、YouTube で楽しく拝見させていただいています。そうですね、 YouTube は鈴木さんがね撮ってくれてますので、ねこれでねお楽しみいただけてる方も多いと思います。そうですね、はい、先日スタジオ訪問の際には気さくに対応してくださり、うん、また記念撮影にも応じていただきありがとうございました、ね、はい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 、良い思い出ができました。あ、そうですか。ちょうどねたまたま私が青森で山梨のご夫婦、名前分かんなくて、ご夫婦の方にもね、うん、音楽魂聞いてるって言ってましたよって言ったら外に来てたの、その時偶然にも、偶然にもね、お嬢さんと一緒に ね、ありがとうございました。カナオさん、その後体調はいかがですか。体調バッチリです ね、うん、一生無病息災を過ごすことが理想ですが、はい、年を重ねると思い行きません、うん、これからは担当医師との信頼関係に基づき、1秒息災で
ご活躍されることを願っています。ありがとうございます。松下さん、スタッフの皆様、これからも猛暑日が続くことが予想されます、はい、体調の変化にご留意され、夏を乗り切ってください、うん、はい、ありがとうございます。リクエストさせていただきます。ほう、リバーサイドマイホームタウン、はい、または不良中年のすすめ、買っていってすみませんが、よろしくお願いいたします。牡蠣は非公開でお願いします。しく、ね、お名前がいただき、はい、山梨の FF さん、夫婦さん、ありがとうございました。またね、あの金玉の時に ねぜひいらしてください。ゲストいらっしゃらない時に、あの 歌はね、そうですね、リクエストお答えいたしましょう、はい、またね、もう一度行きますかね、はい、博多の方ですかね、博多、はい、ともこさん、博多行きますからね、よろしくお願いします。博多いつでしたっけ。8月の頭ですね、はい、5と6で、6が博多です、 ですね。博多どこであるんですか。ブラリっていうライブハウスなんです。ブラリーってことあるよね、うん、あのママのとこでしょ、さとみちゃんの。カレーが美味しい。さとみちゃんの、行ったことあるの。あります、さとみさんです。さとみちゃん、ね、よろしくお伝えください、はい、皆さん、あ、ブラリーみんな行けよ、お前博多のもん、博多のもん、ね、ブラリー行けよ、ブラリー、ミキさん、ミキさんね、はい、天気がだんだん悪くなりそうな博多です。あ、そうなんだね、ミキさん、雨がすごかったんですもんね、九州ね、うんうん、そうだね。先週の久しぶりだった誠さんとしみさんとの3人の放送、うん、とは言ってもたくさんいらしてましたが楽しかったですね、はいはい、うん、先週ですね、うん、そして今週のゲストは、いや俺はもう最後じゃないかと思ってみんな来るんだ。いやいやいや、そういうことじゃなくて、回転セールじゃないけどさ、もうこれが最後くらいで、いやいや違う、あの心配で来てくださる、ね、ということですよ、はい、久しぶりのともこちゃんですね、うん、おかえりなさい。8月にはニューアルバムソリッドコンタクトのリリース決定おめでとうございます。ありがとう、ありがとう、うん、ということは8月6日のカナオさんも以前ライブをしたさとみちゃんのお店、うん、ブラリでのライブでは、ね、ゲットできそうなので楽しみです、はいはい、その前の博多でのライブは先約があって行けなかった悔しさもぶつけて楽しみたいと思っています、うん、盛り上げてみんなで ね博多でね、ありがとうございます。今日もあっという間の1時間とはいえ、うん、リラックスして楽しんでくださいね、うん、そうだね。リクエストはやっぱり札幌ワルツ聞きたいけど。札幌ワルツって何。ニューアルバム、弾き語りとかできるの。あ、いやいや、その加納さんの曲のアンサーソングで作ったお母さんの歌です、ね、ニューアルバム中心でも良いし、加納さんの歌も含めいつも通り何でも OK です。そう、アルバムはね、残念ながらもう音源できてないんだけども、加納さんごめんなさい、本当にアルバムできたらもう一回来ます。そう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 、ぜひ。そういう手もある。俺ひょっとしてね、ひょっとしてちょっとそうかなと思ってたけど、いや、ちょっとそれにしても早すぎるから。でもほら、加納さんも心配だったから、うん、ね、早めにと思って入院されてる時にね、メッセージくださったんですよ。私できることがあれば、そう、やりますね、ありがとうね、なんか ね、でもね、本当にね、僕が命をね、そうです、救われたので、うん、やっぱりこうやってね、その後の人生をね、どう考えるかっていうのもね、あれだし、病気のことがね、はっきりしてるから。まあね。うん。はっきりしてるからね、計画立てやすいのよ。そうですよ。うん、だから、うんうんうん、そろそろ、まあ、ライブ活動。そればっかりでもわかんないから。寿命はね。いや、だって健康な人だって明日だと。みんなさ、ステージ4とか聞いたら、ステ、余命を聞くじゃん。俺、余命聞かなくていいからねって先生に言ったもん。余命って俺自分で決めるから、うん、俺がダメだと思った時がダメなんだよ。まだいけると思ったら、うん、いけるんだから、うんうん、あ、まあね、そういうことだ。加納さん、明日は復帰の第一章、楽しんでくださいね、はい、ただし、はい、無理はしないでくださいね。そうだね、先生もおっしゃってたでしょ、うん、まあ、そうそう、やっぱ無理は禁物ですよ、うんうん、そう、無理は禁物。オイラは先週末に引き続き今週末もライブ三昧、今夜は小倉、ここね、明日は大分の別府、はいはい、そして日曜日は音楽魂ファミリーの吉村裕次郎さんに頼まれて彼のふるさと、うんうん、田川で MC やってきます。ああ、MC、うん、頑張ってね、ミキさん、いろいろされるんですね、頑張ってください、ありがとうございます、うん、いつもね、ね、ありがとうございます、はい、でね、今日はともこさんでしたけど、最後になんか曲聴きながらお伺いしますか、ね、あ、じゃあなんか、ね、いいんですか、私は、うん、いいでしょ、いいでしょ、じゃあ札幌ワルツを CD に入ってるんで、ね、それをかけてもらうか、これトラック7ですかね、うん、トラック7ぐらいでね、7ぐらい、うん、7ぐらい、あ、ここにある、CD、はい、札幌ワルツ、じゃあ聞きましょう、はい、けど素直になれない夜はごめんね、
ご紹介、智子さんのね素敵な歌ですねこれね。ありがとうございます。母に捧げる歌ですね。ねえ、うん、はい、なんで近くまた来ます。CD を持ってきてください。本日のゲスト智子さんでした。はい、ありがとうございました。お相手は、はい、松下俊美と金吉郎でございました。また来週お会いいたしましょう。See you next time。あの人は